皆さんこんにちは、ヘンです。本日はジャパンカップのロードレース会場に来ています。会場からご紹介したいと思います。間近で見たのは初めてだ。チームの選手たちが続々と到着しております。完全に専用のやつで作ってますね。こちらのブースに到着する予定でございます。皆様は応援している選手誰でしょうかね。ちょっと今盛り上がり度を確かめるのかな。あ、なるほど。ここで1台とここで2台で、ホイールが1、2、3、4、5、6、6台。かっこいいっすね。それじゃあ続いてから走りを見せてくれましたよ。ジュニオシッカーでこれはリムの断面ですね。多分これエクザリット、このエクザリットですね。真っ黒だしアルミで、こっちがカーボンの断面、こんな感じになってるんですね。ここに作ることによって、このフィードの曲がりやすさとか実現しております。シーラントなんか全然使わないで。シーラントは後の、これから後ですね。はい。もう別にタイヤワックスなんかを使ったりとかに滑りを良くしてビードを上げたりとかって作業も必要ないんで、この作業性の人はマリックだけですね。今キャノンデールブースに来てます。スペシャルゲストをご紹介したいと思います。こんにちは。こんにちは、キャノンデール秋吉です。よろしくお願いします。キャノンデールブースには今回なんかイベント限定のものが置いてあるって聞いたんですけど、今ね、ちょうど彼が持ってるこれ、山本和弘さんです。こんにちは、キャノンデール山本です。こんにちは。はい、これね、これ今回一押しのグッズ、はい、キャノンデールのサコッシュなんですけど、これ裏ね、裏見ていただくと今回ね、来日してるメンバーのね、はい、名前がね、わーすごい入ってるんですよ。あのね、記念品とかでね、まあ、あの友達とかの、ね、お土産にはね最適だと思う。なるほど。今日しか買えない、このイベント限定、今日しか買えない、今日しか買えない、うん、これは買うしかないですね。これ私用に一つと、うん、あと、そうだな、僕出すんで視聴者プレゼント用にって出してもいいですか。もちろんいいですよ。じゃあ2セット買ってますかな。はい、もちろんお願いします。はい、ありがとうございます。こういうのこれですね。あと T シャツとか帽子とか服とかね。ここら辺も限定なんですか。限定じゃないけど、もうこれは売り切れますね。もうすぐ多分売り切れ、これはもう売り切れたかな。ここら辺もない、ない。こういうアパレル系とかはこれあと残り3枚、これおお、この T シャツね。これは例えばキャノンデールのショップとか行けば売ってたりしますか。売ってないやつ。売ってないですか。このイベント限定のスーツです。アパレルも限定ってことですね。こういうキャップとかも本当ね、ここでしか買えない
グッズですね。かっこいいですよね。こういうジャケットもね、こう限定です。だからこれからの季節にね、着れるジャケットですね。これも5000円と結構安価だと思うんですね、こんだけ、ね、あの冬物というか、まあ、ちょっとね、ほんと残り少なくなってきてるから、はい、本当は早く来た方が。帽子はこんな感じ。まあ浮いてるけど、ね、ちょっと浮いてますけどね。浮いちゃってる。浮いてます、うん、いいでしょ。いいっすね。じゃあ用意しますね。はい、お願いします。2つでいいんですよね。2つでいいです。はい、ありがとうございます。サコッシュ2つですね。はい、はい、あ、そっち2つ。YouTuber、よろしくお願いします。見てる方プレゼントですよね。はい、やろうかなっていう。あと明日 の、 そのアフターライドも来ていただくので一緒にライドも。はい、明日もこんなパーマの人にはもう漏れなくプレゼント。パーマの人はマジプレゼント。こういうもじゃもじゃの人にプレゼント。じゃあもじゃもじゃの人限定で応募ということで。これがね、 T シャツになってるからね今。そうですね、これがあるからね。すごいですね。わけわかんない。ちょっとよくわかんないと思います、はい、ありがとうございます。すごい楽しいブースでした。ありがとうございます。